はい、こんにちは。松本さんです。よろしおくお願い願しいします。ます。はい、ヨガの先生シリーズ見て連はい。絡ください。ありがとうございます。ありがとうございます。悩んでることとか気になることってありますやっぱり眉毛とか、チーク。か？チークがわかんない。チークがなんか。僕ね、松本さん見て、口紅の色変えたら、青みがある方を使うとでもくすむから、ちょっとオレンジ系がいいのかも、やっぱり。選んでる色は合ってる気がします。そうですか。なんかいただき物で。あ、本当ですか。あと目がやっぱり垂れてきてるからそうね。重くなっちゃうじゃないですか。だからこうアイライン引いてもかぶっちゃそうですね。う。そういう時は描かない。逆に？いつも描かない。だって隠れちゃって見えないところにメイクしても、なんか頑張った意味なくなっちゃうじゃないですか。だから僕はいつもやんないっつって言ってて、とりあえずやっていきましょうか。はい、お願いします。すっぴんっぽい感じの方が合いそうな気がします。松本さんみたいなタイプはあんまりね、なんかメイクしすぎない方がいいかもしれない。すごいメイクするならしっかりする。で、普段だったら逆に全然しないの、メリハリつけた方が良さが出ると思います。するなら本当にとことんしちゃった方がいい感じ。あとちょっとこの眉毛を抜いた方が良さそうなので、少し抜いていいですか？多分、目元がね、すごい変わると思う。落とすとめっちゃ綺麗。なんかチークがなんか広く入れすぎちゃってたかもね。一応勉強したけど。まずね、一番最初に眉毛の上が結構生えてるんで、そこからいっちゃっていいですか？ここすっきりさせるだけですごい変わるから。力抜いて。抜いていいですか？大丈夫。じゃあ行きましょう。これで眉毛が終わりました。すごすっきりしたね。すやごっいしぱ、た。これぐらい取っちゃった方がいいかも。毛穴がね、ほとんどないのね。めっちゃ肌綺麗。そうですか。綺麗。目の下のクマとかもないし、びっくり。はい、じゃあ、ジャルジャル前の一番、フロリダシア一番です。艶だけ少しやっぱり欲しくって。で、内側から上向いてください。そう。肌が柔らかいですね、松本さんの。そうですか。皮膚が薄そう、触って感じ。垂れやすい。ああ、でもそうかもね。触った感じがね、なんか伸びちゃうっていうか。口のこの口角、ここの横って結構くすむんです、みんな。ここも少し入れとくといい。目力が松本さん結構あるんで、アイメイクすごいするとそこにすっごいフォーカスしちゃう感じがする。だから目は抜いちゃった方がいいかも、逆にね。全体的になんかメイク抜いてる方が松本さんの良さが出る気がします。これから。ファンデーション塗らなくてもいいんだけどね、こんだけ綺麗だから。日焼け止め塗りましょう。ファンデーションをそんなに松本さんの場合僕塗らないので、多分塗ると多分ね、浮いちゃうかも、ファンデーションが。この結構質感見てると。あとシワっぽくなっちゃなんか粉っぽくなるっていうか、なんかファンデーションフィットしないタイプの肌だと思うんですよ。だから塗らない方がいい気がする。だからその代わり日焼け止めを塗ってあげて、肌をなるべく綺麗に保つ、普段から。で、クリームチークとかの方がいい気がします。粉っぽいものが多分浮くと思うんですよ、顔全体的にね。すごい余計粉っぽさが増しちゃうそう感じなんなで気す。がするんです。なので、ちょっとみずみずしいタイプのものでメイクしていってあげた方がいいと思います。浮いちゃうタイプね、そうですす。ごく。こんな感じ。松本さん、オレンジ系の方がいい気がします。なんかね、青みが入ってる紫とか青みが強い色もの持ってくると、なんかね、具合が悪くなると思う、顔の見え方が。
あのプールで寒い人みたいな。なるべくオレンジ色、ブラウンとかオレンジがいい気がします。松本さんの場合ファンデーションそんなに塗らないので、日焼け止めを顔全体にしっかり塗っとくこと。顔の外側は薄くてもいいんですけど、この焼けるとことかはしっかりシミとかできたくないじゃないですか。そうですね。うん、あ、きれいきれい。うん、なんかやっぱ塗らない方が綺麗だと思う。ああ。うん。で、目の下。で、目の下とかは少しだけ整えたいんですよ。うん。だけど、いっぱい塗りすぎると多分さっき言ったみたいに浮いちゃうから。うんうんうん、柔らかいので薄く。自分のやりやすいメイクの仕方で OK で。うんうん、つける位置とか、つける場所。うんうん。と使うものを分かってれば、つけ方とかはもう自由に。うんうん。だって、手の方がやりやすい人もいればさ、うん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 、ブラシの人もいるじゃないですか。だから僕そこまでね、うんうん、そんなこだわらないでっつって、うんうん、自由でいいですよって言って、うんうん、でね、松本さんここね、うんうん、口のここがちょっとみんなくすむんですよ、年重ねると、うんうんうん、だからこの口の外側だけはしっかり上げとく、うんうん、この鼻の下はね、割と明るいから、うん、松本さんの場合、うん、そんなに平気気にしないでね、うん、ここだけ少しやっぱくすんでるんで、うんうんうん、でここはくすんでていいんです、くすむっていうか影でね、うん、ここまで明るくしちゃうと変な顔になっちゃうんで、ここは、うんうんうん、ここだけ、うんうんうん、あと鼻のこの下の赤み少し、うんうんうん、うんうんうん、そうね、うん、やっぱ松本さんはみずみずしさを生かした方がいいですね。肌も結構みずみずしくて綺麗だから、うんうん、で目力がやっぱしっかりあるから、あんまりアイシャドウを入れない方がいいかもね。その代わりちゃんとマスカラで、マスカラとビューラーで目を上げてあげること、あのシャドウとか変にのせない方がいいと思います。うん、うんうん、なんか変になる、うん、きつくなっちゃうと、うん、でクリームチーク、うん、RMS のパラダイスっていう、こういう色コバの横ね、指一本いたところスタートっていうのがここね、うん、で太さは2センチぐらい、太くても、でここにこう頬骨があるんですよ、うんうんうん、なんとなく今影出てるの分かりますか、分かります、うんうん、ここに沿って入れる、うん、これをね、であんまり入れすぎなくていいです、あのチークをね、うん、松本さんのタイプはメイクをあんましすぎない方が綺麗、逆にしちゃうと良さが消えてっちゃうタイプの人、うん、うん、なんかすっごいめっちゃ頑張ってメイクしちゃいましたみたいに上がっちゃうタイプ、うんうん、下手に入れちゃうと、やっちゃうとね、うん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 、でも今の状態だと顔がちょっと暗くなっちゃってるんですよね、暗いっていうか、なんかね、あのね、うん、フレッシュさがもうちょっと欲しいの、チーク入れるとちょっと若々しさとかフレッシュさが出てくるので、うんうんうん、チーク入れてほしくって、さっきはここに全体的にこうやって広く入ってる、うんうん、だんだん細くなるように入れてほしいです、うん、あ、そっか、うん、2センチぐらいのから、だんだん1センチとか 0.5 センチ、そう 0.5 センチとかね、この頬骨に沿って入れる、うん、そっか、うんうん、同じ太さじゃダメ、そうそうそう、ちょっとずつ細くなるんで、うん、こんな感じ、うん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 、そう、ここが明るくなるじゃないですか、うんうんうん、この目尻の下が明るくなることによって顔がすっごい明るくなって元気になるね、グッて上がってるの分かります、顔がここが明るくなって、目がこっちと全然見え方違うでしょ、なんかね、うん、たるんで、うん、であとチーク入れることによってこの目尻の下が明るくな、明るくハイライトが生きてくるので、あ、ね、うん、なのでこれはすごい重要、うん、すごい、すごい、うん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 、ね、これだけで明るくなったでしょ、うんうん、かなり、で目がはっきりしてるから僕ね、アイシャドウとかいらないと思う、松本さんは、うん、で目の感じもアイラインとか全然いらない、多分まつげの密度が高いんだと思うんです、まつげしっかりあるから、うん、入れちゃうと多分きつくなっちゃったりとかする、だってさっき言ったようにかぶってきてるところじゃないですか、左なんか特にね、うんうんうん、見えなくなっちゃうから、うん、そう全然平気、うんうん、そのかしビューラーでしっかり上げて、うんうん、まつげ上げること、うんうんうん、で顎上げて重ねて下見て、で松本さんのタイプは、うん、お顔だと眉毛を先に描かない方がいいです、あ、そうなんだ、うん、一番最後がいい、あのね、多分眉毛描くとね、眉毛ってすっごい濃い顔になっちゃうと思うんですよ、うん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 、印象がすっごいきつい、うんうんうん、だから眉毛は一番最後に必要な量を濃さを足すだけぐらいにした方が絶対に
あ、ね、ちょ、まつげ絶対あげた方がいいですよ、松本さん。本当ですか。めっちゃ目が綺麗になる。もったいない。うん、変にアイラインとかで頑張んないで、ビューラーしっかりして、だってこんな上がるよ。なるほど。絶対ビューラーした方がいい。そっか。アイシャドウもいらないから。メイクは、あのね、下地つけてファンデーションつけて何つけてとかって全部使わなくてよくって、もうなんか必要なのだけで、で手抜けるんだと抜いちゃった方がいい。やればやるほど、アジア人の顔ってなんかメイク映えする感じだと僕は思うんで、なんかケバく見えちゃう、外人みたいにかっこよく収まらないから、だからなるべくケバく見せないように綺麗に引いて綺麗にしていく。はい、顎上げていいね、下見て。そう、あ、まつげが多いんだね、松本さんの目って。みんなどん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 まつげが少なくなって欲しくなってくるのに、こんだけあるといいですね。長さがすごい長いわけじゃないけど、まつげがしっかりあるからこんなに、ほら目が、あ、なんか大きくなった、なんかはっきりするな、すっきりはっきりさせるのが松本さんのメイクのポイントかも。引いちゃって、顎上げてください。そうです。あれこれつけるよりは、めっちゃ引き算のポイントだけメイクの方が合うと思う。目がね、はっきりしたでしょ。した、でこの状態で最後眉毛薄く綺麗に描くってよりは、なんか少し撫でるぐらいあるの、この辺見ててください。パウダーでなんとなくある眉毛のところを撫でるだけでいいです。綺麗に描こうとしなくて平気。綺麗に頑張って描こうとするとどんどん多分濃くなっちゃうし、松本さんの顔だとあのラインが綺麗に見えてる眉毛よりもちょっとぼやっとしてて、なんかなんとなく眉毛があるぐらいにしといた方がバランスが取れてると思います。これぐらいの気がする。これ以上入れなくていい。これ以上やると多分すごいバランスが悪くなっちゃう気がします。これぐらいざっくりでいいです。で、口紅を、口紅をね、僕ね、ブラウン系のちょっと濃いめが合う気がして、今日つけてた色もめちゃくちゃ似合ってて、あの感じの色合ってる。あ、ほんと？うん、そっか。あのね、アイシャドウなくして口紅結構はっきりしたの持ってきた方がいいと思います。松本さんのタイプはね、この状態で薄くしちゃうと具合悪く見えちゃう。で、薄くするんだったらもうしっかりアイメイクがっつりする。でもお仕事柄とかいろいろ考えると、よっぽどのそのパーティーとかじゃない限りあんまり濃いアイメイクじゃない感じじゃないですか、ライフスタイルがね。だから逆にアイメイクは薄くしといて口紅をちょっと濃いめ、入れといた方がいいと思います。少しね、ラインを取りましょう。唇の形もすごい綺麗なので、あの今のご自分の唇の形をしっかりアウトライン取る。やっぱあの際がボケてくるんですよ。なのでしっかりそこをはっきりさせてあげると良さが出てくる。今これ取っただけ。これで薄い色でラインなんですね。そう。濃い色だとなんかちょっと古臭くなっちゃう。自分の唇の色と同じぐらいの色とか、ちょっと薄め。あ、これ、あ、大丈夫か。ちょっとマットっぽいかな、質感が。でもいける気がする。そうですね。で、いいってちょっと伸ばしてください。そうです。この口紅が少しマットっぽいんですよ。だから、あんまマットすぎない方がいい気がするんで、少しグロスで、みずみずさ足したくて、これにカラーのグロスをのせちゃうと色がすっごい濃くなってきちゃうと思うんですよ。ちょっと色や柔らげたいんですよ。なので少し透明のね、グロスっぽいタイプのリップクリーム、あんまり口紅がマットすぎると合わないと思うんで、やっぱり松本さんの場合はマットよりもみずみずしさ、さっき言ったみたいに粉っぽかったりとか水分がない感じのメイクよりは水分がある感じの
みずみずしさを足した方がいいと思います。マットすぎないようにすること。いい感じ。最後に、このルミナイザーっていうのをつけます。これをつけるだけで肌の見え方がすごい変わるので、ここの目尻ですね、目尻の下、こんな感じ。あ、すごい。だからやっぱりみずみずしさ、松本さんのメイクのポイントは、粉っぽくしないでみずみずしくする。で、目元がもうまつげがしっかりあって、結構鋭いから、目力あるから、アイシャドウとかアイラインとか入れないで、ビューラーで開けてけ、と感じ。すごい。ちょっと、ね、はい。あ、すごい、いい感じ。顔出した方がいいかもね。そうやって耳かけて ね、あ、いい感じ。結ぶとどうなの？結ぶとこう束ねるとこんな感じ。なんかすっきりさせてた方がいいかもね。松本さん、すっきりみずみずしいが松本さんが綺麗になるポイントなの気がする。モサモサしてるってよりは普通にこの辺の下で、下目でいいから、なんかこう一本でこの今日の服装だったらこうやって下で結んでた方がいい気がする。これなくてすっきりね、ちょっとごめんなさい、この辺でね、すっきり結んでた方が若々しくすっきりこうやって、わかります？顔の形とか綺麗だから、この方が全然若い。なんかもっさーっとなっちゃう。あで、なんか下ろすんだったら、すっごいかっこよくした方がいい気がするの。あ、そっか。何もしてないからね。だからこれ柔らかい素材だったら、すっきりした方がいい気がするんですよ。だから真っ黒着てかっこよくするとかだったら、なんかすごいストレートアイロンでまっすぐかっこよくした方がいいと思うけど、なんか柔らかいカジュアルな時はなんか綺麗にまとめてた方がいい気がする。僕今やっぱりまとめてる方が、今日ゴム持ってきてないんだけどね、なんかこうすっきりしてる方が良さが出る、綺麗さが、ない方がいい気がする僕。やっぱりこれここないだけで全然違くないですか。こんな感じ。普通にもなんか普通に軽くよくだけ、低めでね。こんだけこんな綺麗に見えるから、やっぱすっきりさせておいた方がいい気がする。この服特に。いい感じ。そうか、髪型もね。多分この方がすっごい綺麗。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい嬉しい。